あ、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。素敵なアーティストが集まる札幌のイベント、カラフルスマイル。このイベントの魅力をお伝えする配信番組、そう、カラスマ TV、始まります。よっ、はい、今日から会場が変わりまして、はい、コトニーのラジオ&レコードさんから、うん、中継になりました。そして一般公開になりましたので、今日はお客様の拍手もあるという素晴らしい心強い感じでございます。イエーイ。そしておっと、今日はですね、カラフルスマイル特別バージョンですね。12月22日にゼップ札幌、なんとゼップ札幌でワンマンライブをやります。内田モアさん、今日お呼びしておりますので、どうぞ内田モアさん。はい、よろしくお願いします。また皆さん、内田真央と申します。よろしくお願いします。はい、内田真央さんですね。簡単に自己紹介などをしていただけると嬉しいんですが、札幌、北海道出身、シンガーソングライターをしてます。はい、内田真央です。まあ、そんなところですね。はい、まあ、詳しいことは後ほどね。そうですね、はい。内田さん、今回はちょっとどういう事情でこういうことになったかということだけちょっとご説明いただけると。どういう事情？お自分のお口から。そうですね、11月の22日に、ワンマンライブを開催することになりまして、場所がゼップ札幌でやりますので、今日はこのね、特別な番組を用意していただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、アシスタント説明してなかったよね。そうだ、アシスタントの成松です。成松えりです。あ、私も説明しませんでしたけど、メイン MC のここのプリテンダー、徳野大輔でございます。どうかよろしくお願いします。お願いします。遅ればせます。もう内田さんをちょっと紹介しなきゃと思ってですね、ちょっと焦ってしまいました。さて、いきなりですが、一曲歌っていただく形でよろしいですよね。はい、はい、なんとこの曲、新しい曲なんですか？そうです、新曲になります。はい、見え方っていう曲なんですけど、どのようなことを？見え方っていう、まあ、詳しくは少しちょっと重い内容なので、あんまり話をするべきではないんですけど、その歌を聴いて、いろいろ皆さんが感じ取っていただければなと思います、ね。はい、かしこまりました。ね、画面の外の皆様もちょっと歌詞を聴いていただいて、ちょっといろいろ想像していただこうということでございます。それでは、ご準備お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。いやー、あれですね。ラジオ&レコード、お客さんいるとやっぱり素晴らしくいいですね、皆さんね。でも暖かくて、弾き語りです。はい、それでは内田さん、はい、よろしくお願いします。探してるの、声を探して。声を探してずっと。ある日何かが僕を突き刺して。
計算でここまで来る過程はどれほどのものだったのかな。多くはなければ少ないわけでもなく説明しようがないそんな生き方をしてきたのかな。どこまでも追いかけてゆく今までもそしてこれからも僕は僕を追いかけてゆく誰も追いつけないのに。答えを探してるの答えを探して答えを探してずっと あの日何かを僕は追い越してそれからずっとずっと探し続けてる。単刀直入に聞いてみたいその心はこの今の心境やいかに。私の動揺は止められなく何度もない今日なのになぜか涙が止まらないんだ。どこでも追いかけてゆくたとえ空がどんな未来だろうとも僕は追いかけてゆく。そして意味を探してるの。エントランスのドアに映る自分に怯えさにバイバイしたんだ。どこかの誰かが見てたかな。そんなことはどうだっていいのさ。どこまでも追いかけてゆく今までもそうしてこれからも僕は追いかけてゆく誰も追いつけない。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。内田萌さん、見え方でしたけども。はい。なんか、決然とこれからどういうふうに生きていくかみたいな、曲に聞こえたんですけども、すごく、はい、あれですね、和風な感じのフレーズが、そうなのかもしれないです。ありまして、すごい強い意志を感じました。力強かったですね。はい、ありがとうございます。さて、今日はどういうことでこの番組が行われているかと申しますと、はい、11月22日にゼップ札幌で内田萌さんワンマンライブを行うということなんですけども、はい、そうですね。これはなかなかの決断ですよね。
そうですよね。なかなか個人 で札幌でやろうっていうことはすごい思い切ったことだと思うんですけど、どこでそういうふうに思っ、はい、やろうかなとか決断をされたんですか？そうですね、まあ、私この琴仁の町で、はい、大和屋さんっていうお寿司屋さんがあって、はい、そこで畳の上のピアノコンサートっていうのをやらせていただいてるんですけども、はい、そこでちょっとファンの皆さんの前で、いつかゼップ札幌でライブやるからみたいな感じであ、言っちゃった言っちゃったんですよね、その手前もうやるしかなくなったとまあそれはちょっと冗談なんですけどね。いやでもまあそのいう話ももちろんあったんですけど、まあなんだろう、いつかゼップ札幌とかね、そういう大きい会場でやりたいなって思ってるだけで多分一生できないなと思って、いや本当ですよね、はい、だから今年がその年なんだと自分で決めまして、はい、それに向けていろいろ行動してます。いや、その姿勢とかその意志の強さというかすごい僕らは励まされます、だって、そんなのって誰かにやってもらうないとできないことだとみんなは思ってるけど、それを自分でやるわけですから、すごく他の、あのアマチュアというか、あの地方でやってるミュージシャンの方とかにもすごく勇気を与えるんじゃないですか、そうですね、ありがとうございます。拍手が来ました、ありがとうございます。やっぱり札幌で、ね、拠点としてやってる、インディーズとかフリーのアーティストってたくさんいらっしゃって、はい、フリーランスですね。それですごい本当に素敵なアーティストさんがいっぱいいるなっていろいろ活動してきて感じているんですけど、みんなやっぱり自分がフリーだからとかインディーズだから大きい会場でできないって決めつけてるような気がしちゃって、そうね、内田真央ができるなら自分もできるだろうって思ってほしいなっていう、いやいやそんなことは恐れ多くと思いませんけど、少しあったりとかしてあでもそうですね、まあ、でも一番の理由はやっぱ私が自身がそのゼップ札幌でやりたいのが夢だったっていうのが一番のあれですかね。やりたいからとりあえずその手を挙げてみたみたいなそうですね、ところですね。でもなかなかできることじゃないですよ本当に、でもそうしたらやっぱりあれですね、皆さんがその私がゼップ札幌でワンマンライブやるってやりたいって言った時に、はい、いろんな方がやっぱり協力してくれて、その私一人じゃできないことがいろいろ今できてきてるので、あとはもう来月の本番に向けて、もういろいろやっていくのみなので、あとはもう宣伝の力も必要だし、そうですね、本当に皆さんのお力がとてもかなりそのライブの成功を、やっぱりかかってきてます。いやそうですよね、なんかやればやるほど思うんですけど、いろいろな人の力があって自分が存在してるんじゃないかと思うことって音楽だと多いと思うんですよ、でそういう協賛とか集めるのも大変だったと思うんですけども、そうですよ ね、やっぱりでもやっぱ、人の力じゃなくて自分一人の力じゃなくて他の人の力も加わってるってことを感じるっていうのはすごい、すごい感じてます、それは本当に今回のことで、なんか私ばっかり喋ってよくないですけど、いえいえ、ちょっと内容について実は皆さん興味あると思うんですけど、ライブのどんなライブになるのかなっていうことなんですけど、もしよかったらお聞かせいただけますか？そうですね、やっぱりシンガーソングライターとしては自分がね作った曲を皆さんに聴いてほしいし、そのなかなかそのたくさん曲を作ってきても今まで、はい、披露する場がすごいなかったんですけど、今回そのワンマンライブやるに従って、まあ、何十曲もね私のオリジナルを皆さんに聴いていただける機会なので、それが一つと、あとは普段一人でこうやって活動してますけれど、今回はフルバンドで、そうです、ストリングスも入って、お、すごいですね、すごいバイオリンの方とビオラの方が入って、そうキーボードや、ベースの方なんかももう札幌で大活躍されている方たちなので、本当に豪華メンバーの方たちとやらせていただくことになってますので、これは全編それですか？全編です。おー、すごい、はい、すごいですね、なにまつさんは音大とか出てるので、多分その弦楽四重奏ってやるのがどれくらい大変かとかよく分かってると思うんですよ、すごい、そう、楽しみ、楽しみ、そうですか。あと何かなにまつさんご質問とかありますかね？あ、ちょっとコメント見ましょうか。そうですね、コメントいっぱいいただきましてありがとうございます、どこからいっぱい、ちょっと下からこれどうやってやるんだ、こうですね、あ、こうだね、はい、おっと、
普通に買ってたん売ったん、わんちゃん、エリちゃん、徳野さん、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。はい、上にスクロールしていくと、はい、聞き惚れてる。エリちゃん、聞き惚れてる。聞き惚れてた。はい、ね、徳野さん、ありがとうございます。はい、ケンジさん、ケンジさん、首が割れてる。音が割れてる。割れてどうすんねん。今ちょっと音割れてらっ、あ、ちょっと音声にちょっと不都合がありましたこと、お詫び申し上げます。あ、そうなんですね。そう、今日ここの会場ね、はい、初なんで。そうなんですよ。はい、コトニのラジオ&レコードさんが配信してます。あれですね、あ、まあいいです、こっちの話です。はい、はい、ピーノさん、はい、こんばんは。こんばんは、ちょっと遅れた。いやいやいや、まだこれからですよ。これから、まだ序盤戦ですからね。はい、徳能さん、あ、うったん、徳能さんもゼップ札幌でワンマンライブしちゃう？しちゃおう、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 もうやろう。やばいな、これやばいな。来年ね、やる。来年。こういう風にして始まったんでしょ？本当にそうなんです。あ、モアさんの歌の方のマイクですね。トークの方もマイクは先ほどのでちょうど良かった。あ、ちょうど良かったですと。はいはい、歌詞もよく聞こえたんじゃないですかね。うん、見え方いい歌でしたね。ありがとうございます。あとですね、ワンマンライブ、まあ、進めていくにあたって何か苦労したこととかありますか？苦労したことはもうたくさんありましたね。苦労ベスト3ぐらいで。やっぱり最初は会場を抑えることから始まって、はい、でちょうど1年前ですね、去年の11月にゼップ札幌の連絡を入れて、空いてますかと言ったら、もう土日は全部埋まってると。あや、じゃあもうどうしよう、でもどうしても11月にやりたいんですって言って、うん、まあ、12月ってやっぱり皆さんイベントがね立て込むかなと思って、そうですよね、なので11月っていう式にこだわってたので、はい、まあ、祝日前の22日で、うん、いい夫婦の日で語呂もいいし、いい夫婦の日まあ皆さんも覚えやすいのかなと思ってその日を抑えたんですけど、最初はもう断られてしまって、ね、まあ、会社とかね事務所に所属してるわけじゃないので信用がならんという感じで、ね、まあ、断られたんですけど、連帯保証人みたいなのが必要だってことですよね、なんかの、うん、でもまあ内田モアっていうその活動を、あ、まあ、ZEP の方が、ZEP 札幌さんが見てくださって、うん、もうそこまで言うならやらせてあげようみたいな感じになり、うん、そこからまあそのバンドメンバーを集めたりだとか、そうですよね、セットリストを考えたり、うん、まあ、いろいろありますよね、やること。一番その誰かがやってくれるわけじゃないから、私一人でいろいろ動いて人を見つけたりとか、はい、指示をしなきゃいけないので、うん、それがやっぱり一番大変なことかも。歌とかその演出とかよりは、はい、うん、何をやるか考えるってこととかが大変だったってことですね。段取り、段取りを組むことですよね。そうですね、それがやっぱりイベント主催としてはそれが一番大変だった。あります、ね、僕それでノイローゼになりますもん。杉野さんとか毎週毎週よくやってるなと思います。いやー、ね、そうですね。もう少しでその準備の方も一応一段落つくので、うん、そうしたら私のそのまあ歌の練習の方にちょっと専念してやりたい。そうか、これから歌の練習だったんだ。まあ、今までもやってるんですけど、もう詰め込む作業がこれからなので、まあ、大体ね、20曲近く歌うので、そうですね、練習は必要になってくるので、もちろん。あー、いや、前も何度か僕はいろいろイベントご一緒させていただいてるんで、はい、内田さんって結構その段取り組んだり自分で実行する力がある人なので、あの絶対うまくいくと思うんで、皆さんちょっと期待してですね、あ、あの当日来ていただきたいと思うんですけども、うん、ね、はい、あ、いきますか。はい、そしてさて、はい、次の曲なんですけど、ちょっと、まあ、なんかこれ他の番組で言うのも懐かしいんですけど、私ちょっと懐かしいのは違うと思うんですけど、ちょっとネットテレビ思い出すんですけど、僕初めて内田さんに会った時に、はい、初めて内田さんの曲でこの曲を聴いたんですけども、そうでしたっけ、はい、梅雨だくでって曲を歌っていただくんですけどこの曲についてはまあいいか、歌詞聴いてもらった感じがいいですか。ぜひぜひ徳野さんのコメント、僕の方からですか。冬の歌ということで梅雨だくでっていう曲を歌っていただいたんですね、前の時ね、はい、でも冬っていうことが一言しか出てこなくてあの車が衝突することが流されたりとか、そういう曲なんですよ。私初めて見た時になんと個性的なアーティストかと思いまして、ただ普通の人はみんななんか黙って聞いたんですけど、僕そこ聞き逃さなくて一人で笑ってたんですけど、はい、まあそうですね、そんななかなかエンターテインメント性のある曲でございます。梅雨だくでお聴きください。どうぞご準備を、お願いします。
成松さん聞いたことありますか？通学で初めて、代表曲ですね、通学で代表曲ということでよろしくお願いします。はい、代表曲なんでしょうかね、ちょっとわかりませんけれども、梅雨だくでという、曲があります。これは何度も言ってるんですけど、ノンフィクションの曲で、私が冬に、冬の寒い日ですね、雪が降る寒い日に、友達の家に牛丼を買って遊びに行ったという話を曲にしたものです。それでは聴いてください、梅雨だくで。こんなに寒い日にはあの子のお家に行こう、大好きな牛丼買っていこう、急がなきゃ急がなくっちゃ、急ぎすぎた私は車をぶつけてベコンボコンベコンボコン、気を取り直して家に上がるや牛丼温め直して、並盛り2個じゃなくて大盛り1個、丸々一個食べたかった、だけど今は深夜2時、でも大盛りだし梅雨だくにしたよ、半分分けるのを知って欲張りだね、かわいいあなた、大盛り半分こ、それでも足りなくなって豆腐を茹でたよ、牛丼のタレにつけて食べた、今まで気づかなかったお肉という肩書きに惑わされて、牛丼のタレがうまいこと、旨味が凝縮されてること、素朴な豆腐が教えてくれた、丸々一個食べたかった、だけど今は深夜2時、でも大盛りだし梅雨だくにしたよ、半分分けるのを知って欲張りだね、かわいいあなた、丸々一個食べたかった、だけど今は深夜2時、でも大盛りだし梅雨だくにしたよ、半分分けるのを知って欲張りだね、かわいいあなた、さあ今夜もご注文をどうぞ、牛丼大盛り梅雨だくね、青ん玉もつけてね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい牛丼、そう牛丼牛丼食べたくなってきた。そうですね、あの寒い時に牛丼が食べたくなるという、多分牛丼大好きなんですか？あ、豚丼のが好きかな。でも友達が
私の親友が牛丼がすごい好きみたいで、はい、どうしても買ってきてほしいというふうにお願いされて、はい、その日はそういう歌なんですね。真冬の日に牛丼を夜中に買って、車で行ったらちょっと事故本当なんですか。ぶつけちゃったりとかねいろいろねあったんですけどね、はい、大変でしたね。そういう曲でした。でもなんかすごい身近なことを歌にするっていうのはすごくいいですよね。皆さんに伝わりやすいかなと思いますけど、でこの時間先ほどちょっとライブについて11月22日のライブについて、はい、まあ軽く触れたんですけども、うん、多分すごい強く思ってることとか、なんか私はこれを叶えたいとか、みんなにこれを伝えたいとかっていうことがあるかなと思うんですけど、なんかありますか、うん、そういうのって。そうですね、今までやっぱりその活動を本格的に始めて、はい、それがファーストアルバムを発売したグローブっていうのを2014年の2月に発表したんですけれども、はいはい、それから発表してから、今年に入るまで結構私自身がやっぱりスローな感じで活動してたのかなっていう風に感じまして、ああちょっとペースを早めないと。でやっぱり時間って限られてるので、うん、やっぱりペースを上げないとその伝えたいことっていういうのが全然伝えきれないなと思いまして、はい、まあ、曲はたくさんいろいろ書いてるので、それをみんなにやっぱり伝えたいじゃないですか、はい、ね、アーティストとしてシンガーとして、うん、ソングライターとしてやっぱり伝えたいので、伝えないと今までそのずっとただ一人にだけ届けばいいみたいな感じでずっと曲を書いてたんですけど、はい、活動を始めてやっぱりこうやって聴いてくれる人がいると本当に幸せなことだなと思いまして、 それだったらもっと私が頑張らなきゃと 思ってやっぱりこのライブがね、まあ、成功、はい、まあ、必ずしたいと思ってるので、ぜひ皆さん協力をよろしくお願いします、はい、はい、ぜひ皆さん、はい、あの心で念じて会場にも来ていただきたいんですけど、はい、うん、そうですね、婚姻屋のお年と言いまして、人生なんか限りある、時間限りあるんで、ね、ぼーっとしてたら終わっちゃうぞっていうことですよね。いや、まあ、僕は多分内田さんのより年齢がだいぶいってるので、そういうのはすごい身につまされるんですけども、成松さんもなんかそういう思いとかありますか？ワンマンとかやるとか。やってみたいな。やってみたい。いつか、やってみたい。同じ、うん、あ、自分にやってみたいことあるかと杉野さんが質問しております。私やってみたいこと、なんだろう、トークライブ、トークライブやりたい。前回やりましたよそういうことじゃなくてなんかちょっと芸人みたいなことしたいなと思って、うん、歌だけじゃなくてなんか面白いことしたいんですよ。いろいろ考えてます、ね、あ、面白いってのは個性的なことですね。あ、そうそう、ちょっと人と違うことしたいなと思って。うん、うん、皆さん、そうですね、やっぱり自分の夢っていうのがなんかスピードも遅いって怠けてはいないんでしょうけど、怠けてるように感じちゃったんでしょうね、きっとね。うん、まあ、それが自分の中ですごい心地よかったんですけど、うん、そのね、歌いたい時に歌って、はい、自分のペースでっていうのはすごい楽しかったんですけどね、はい、やっぱりそれじゃあやっぱり今と変わらない、現状が維持みたいになってて、うん、それを少しやっぱり変えたくて、うん、すごくいいことを言ってると思うんですけどね。だからみんなこれ音楽にだけに関わらず、人生っていうのはそのまあ自分のねペースで生きていればそれはいいんでしょうけど、あのなんだろう、ちょっともっと自分がこれじゃ間に合わないよ夢にっていうところがあって、ペースを上げるとか挑戦していくっていうこともすごく大事なのかなとか思ったりしますけど、響きますね、心に。はい、うん、あとですね、はい、まあ、今まで活動何年やられてたんですかって。そうですね、本格的に活動し始めて3年目ですかね。3年目、うん、3年目、3年目でゼップっていうのはすごいんですけど、うん、今まで活動してて、まあ、ご自身、うん、はい、どんな風に思ってたかとか、なんか印象に残ったこととかあります？印象に残ったこと、印象に残ったことっていう、難しい。あ、きっかけですね。あ、それ聞いてなかったっけ。音楽を、うん、それはもう全然そういうこと考えてなくて、でもその中学生ぐらいの時に歌手になりたいってずっと思ってて、はい、いろいろオーディションとかも受けてたりしてたんですけど、
なんか諦めるのがすごい早くって、17歳やっぱ周りがすごすぎて、オーディションとかに行ってね、東京とかに行くと、はい、周りの方がもうすごすぎちゃって、はい、自分なんて到底無理とすごい感じて、もう無理だと思って諦めたんですよ一回、はい、で普通にまあ会社員で応援してた時期もあったんですけど、はい、そうだな、なんかある日私の Facebook にそのライブの依頼が来て、で歌手の方ですよねみたいな感じで、全然違ったんですけどその時で、あ、じゃあ出てみますって言ってイベントに出たのがきっかけで、はい、それからいろいろ仕事が来るようになっちゃって、でその時に、あ、私が本当にやりたいことはやっぱり音楽だったんだと改めて気づきまして、会社も辞めて、それが3年ぐらい前、そうです、おすごいですね、でもさ、その1本のメールがなかったらやってなかったなっていう、あ、全然そうですね、全くやってなかったし、ただただ今もその自分で曲を作っては親友に送りつけてるだけだったし、とか曲は書いてたので、だから今こうやっていろんな方に知ってもらえてること自体が奇跡というか、はい、あ、私がさ、ね、音楽活動を再開できたこと自体に感謝をすごいしてます。いや、これからだと思うんですよね、なんか普通の人よりちょっと遠かったのかもしれないですけど、そうですね、諦めるのも早かったしね、そうそうそう、でも結局諦めてないじゃないですか、そうですね、結局はね、それが縁なんですよね、これね、ね、心のどこかであったんでしょうね、歌いたいって気持ちが、いや、歌わなきゃいけない人なんだと思いますよね、いいこと言うなって、ツッコミ、いいこと言った、いやいや、僕もね、近いんですよ、友達に送りつけるしかなかったんですけど、その友達もいなくなって、それで路上を始めたのがきっかけですから、で人と仲良くできなくてバンドできないから宅録を勉強したんですから、それが今に生きてるわけですよね、だから結構似てると思います、そういう面ではね、似てないと思って、まあ、一緒にするんだってからファンが今思ってますけど気持ちはすごくわかりますよ、そうか、そうなんですね、ワンマンライブ、行うんですけど、なんかワンマンライブの詳細まだ説明してなかったんですよね、コンセプトとか、その何のためにっていうか、リリースとかそういうところありますよね、なんか、そうですね、大義名分、一応この見えてるのかな皆さんに、このあ、こちらこちらこちら、こちらを持った方がいいかな、あ、いいですか、はい、アップになっております、そうですね、このポスター見てもらえば分かるんですけど、ワンマンライブパラグラフというタイトルになってまして、はい、これは段落という意味なんですね、はい、パラグラフね、まあ、私の音楽活動の、まあ、一種の段落なのかなと、はい、このライブ、あ、一段落、ここで終わるとこなのね、そうそうそう、終わるというか、まあ、上に次の段落の行く、まあ、そういう意味でこのタイトルをつけたっていうのと、この日にですね、シングルパラグラフ愛は雪のように積もりゆくのシングルが CD が発売になるので、このタイトルをつけました。で、はい、前売りチケットが3000円で当日4000円でワンドリンク別の価格になってます。で6時会場の6時45分から開演になってます。で場所がゼップ札幌です。はい、はい、このポスターもなかなか立派ですけどね、ありがとうございます、これね、サイズ間違って本当はこのもう一つ小さいサイズ発注したつもりがこんなにでかくなっちゃってで、どこも貼ってくれる場所ないってでかすぎて、いや、そう、なかなかちょっとそこミスってしまったんですね、いろんなところこういうなんかね、人懐っこいとか内田さんらしくていいですねちょっとミスってしまいましたね。さて、次の曲は、はい、そのライブで発売されるシングルのカップリング曲の愛は雪のように積もりゆく、積もりゆくね、積もりゆくです、愛が雪のように積もっていくんですね、だん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 深くなっていくんですかね、そう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 、会いたい気持ちがね、そういう、二人とも乙女だからね、乙女、はい、それではちょっとご準備いただければと思いますけど、はい、でこれはそうですね、ビートボックスのフーガ君とコラボをしてやりたいと思うので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、内田さんとさ、フーガさん、フーガさん、後ほどフーガさんどんな方なのかちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、イエイ、イエイ19歳の、はい、ちょっとここであれですね、はい、コメントをご紹介しましょうか、パラグラフの CD の価格は、価格おいくら万円ですか。1000円です。1000円、あらら、うん、2曲入りです。木野さんいいこと言うな、 ありがとうございます、はい、
ケンジさん。あれ今度はトークの方のところですかね。あらあらあら。いや、あ、多分トークの私の声がちょっと、私じゃない、私は多分もうちょっと前から近づいたですね。はい、それではよろしくお願いします、はい。それでは11月22日発売のシングルのカップリングで愛が雪のように募りゆくビートボックスの風学くんとコラボしてお送りします。愛を知り愛に生きてゆく私はあなたと出会った日から恋を知り恋に生きてゆくのあなたにこの人生をかける何にも知る余地もなかった何にも知らないと嘆いていた私を救い導き愛してくれた本当はもっと本当はもっとありがとう愛してる大好きだって言いたいけど温度だけでも伝わる
募りゆくばかり。下モアさんとヒューマンビートボックスのフーガさん、ありがとうございました。ありがとうございます。フーガさん登場していただきましたね。これちょっとこちらに来ていただきまして、どうぞお二人でお話をちょっと伺いたいと思うんですけどもようこそお越しくださいました。フーガさん、フーガさん簡単に何かあのご紹介みたいなものをしていただけると嬉しいんですけども、あ、椅子がちょっと大丈夫かすみません、なかなか狭いので、はい、カメラ目線であの自己紹介をしていただけると嬉しいかな。あ、よろしくお願いします。札幌を中心に活動してますヒューマンビートボクサーのフーガって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。フーガさんは、はい、何年ぐらいこのヒューマンビートボクスやられてるんですか？そうですね、もう少しで4年目ぐらいかな。あ、長い。実は内田さんより長いのか。そうですね、本当にね。でもおいくつでしたっけ？今19歳です。あー、若い。みんなこの会場の落胆ぶり。会場ね、大体私と同年齢の方が多い感じなんですよね。そう、19歳っていうことは高校生ぐらいからやられてたってことですか？そうですね、高校1年生のこの時期ぐらいから始めて、15歳からどうして始めようと思ったんですか？そうですね、なんかもともと中学生ぐらいからヒューマンビートボックスっていうのは知ってたんですけど、はい、高校1年生の時にこう海外の人のビートボックスを見て、ちょっとハマって気づいたらやってたみたいな感じですね。僕の高校生ぐらいの頃って、いやあったんでしょうけどあんまりいませんでしたよね、ヒューマンビートボックスってね。そうですね、主に札幌で活動されてると思うんですけども、はい、何かあのライブというか、はい、ありますか？あ、これはそうですね、今月の10月の29日の土曜日に、ヒズカフェっていうお酒を飲む居酒屋さんの、はい、ハロウィンパーティーがあるんですけど、それに出させていただくんですね、それでそうですね、18時オープンで19時スタートなんですけど、はい、仮装してくると2500円で、あ、ちょっと、はい、お安く、当日だと3000円なんですけど、はい、で飲み放題でポテトも食べ放題みたいなとこでビートボックスやらせていただきます。はい、あと来月ですね、はい、ライブじゃないんですけど東京の方に行って、ジャパンビートボックスチャンピオンシップ2016で東京予選に出てくるのでよかったら応援してください。いや、応援しますよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかいいですね、スポーツみたいでね。そうなんですよ、バトルみたいのもあって、こういうビートボックスの。すごい。いいな。その大会なんですよ。僕も中年アイドルのバトルとかあったら絶対勝てると思うんだけど。やばい。こんなこと言ってばかり言ってたね。内田さんと今日初めてご対面なんですね。そうなんですよ、初めまして。全然リハもちょっとやったぐらいなので、うん、そうだからすごいなと思ってね、合わせていただいただけで、はい、私はね、ただいつも通り弾いてるんで楽しかったです。ありがとうございます。今日アドリブっていうかシンコペーションとか良かったですね。そうか、テテテってやったね。ちょっと後ろが聞こえてますよ。いかん、いやいや、楽しいもんでね、どうしてもね、曲も楽しかったですよ。そうで、ワンマンライブ、先ほどちょっと触れましたけど、具体的にワンマンライブの中でどのような内容でやるのかなみたいなところ。そうですね、今のところ、全曲オリジナルで、はい、私の内田萌の楽曲を皆さんに知ってもらいたい、聴いてもらいたいっていう気持ちで、やり始めた企画なので、それをもう
札幌のね素晴らしい豪華メンバーのバンドの皆さんと一緒にできるってことで、はい、もう絶対に見逃せないライブだと思います。初期から後期まで、後期っていうのか初期から、まあ、そうですねだからまあ私が中学生の時に作った曲から本当最新作までそこから行くので、はい、はい、本当の初期から、あのうちのまあ人生ベストみたいな、今のところベストファーストみたいな、一段落パラグラフ、そうですね、ファーストパラグラフみたいな、はい、うまいネーミングできなかったね考えてきたらよかった、はいはい、パチパチパチで皆さん言っていただいて、はい、ありがとうございます。そう、そうだよね、なんかすごい歌とかすごいなんか大人っぽくなったし、はい、っていうイメージがあります。なんかピアノも力強いですし、すごいと思います。それ今日ね、フーガさん、ね、いきなり来て、多分あのカラフルスマイル男祭りから来たんですよね。そうですねさ出演させていただいて、うん、男臭いとこから、でもあれイケメンばっかりだったんでしょ、男祭り。そう僕は出れなかったからね、イケメンじゃない。やっぱ主催者もね、イケメンだから。あ、主催者イケメンだからね。主催者からイケメンだから。中年アイドルがないんだって、そんな人いもうね、いじられキャラって45年来ましたけど ね美味しいと思ってるでしょ美味しいね、美味しいと思ってるでしょ。すごいライブの内容が全部オリジナルだってのも素晴らしいし、バンドでやるっていうのも素晴らしいと思うんですよね。衣装とかも考えてんでしょ、うん、そうです、それをお楽しみに。お楽しみ。何回ぐらい模様替えするの？まあ、それもちょっと秘密あ、まあ、最低2回ぐらいはあるってことですよ、楽しみ、はい、もうあの披露宴並みのねそうですね。そうですね。チケット欲しい人はライブ会場で直接か、あとはイープラスっていうサイトがあって、そこで内田モアって検索入れると、パラグラフのライブが出てくるので、はい、それでコンビニクレジットで簡単に買える。ああ、イープラスで。はい、できます。すごい、イープラスでも売ってくれるんだ。そうです。いや、たくさん入ればいいね。いや、本当に。ソールドアウトを目指してるので。いや、行きますよ、きっと。いや本当にそうですね。それは、はい、水野さんがおっしゃってたんですけど、うん、あの札幌の音楽をやってる方皆さんに聞いてほしいと、うん、あの励みになるんじゃないかということでおっしゃってると思うんですけども、そうですね、僕もそう思いますよ、はい、遊びに来てください、あのフリーランスの代表として ZEP でやりましたけど、はい、そうですね、そして風雅さんも全国大会あるんでね、はい、お願いします、ぜひぜひ私たち応援しますんで、ありがとうございます。よろしくお願いします。さて最後の曲なんですけど、これが結局このライブのテーマ曲ですよね。新曲なんですか？新曲で11月22日発売、パラグラフ。ああいやいやいや、パラグラフ。パラグラフ。可愛くやりましたね。だって今回はちょっとこれオケで歌っていただくということで。そうです。それでは準備お願いいただけますか？あ、よろしくお願いします。はい。パラグラフですよ。パラグラフ、響きもいいですね、パラグラフ。高校の国語の以来ですよね、うん、私習ってない。習ってないですか、うん、第一パラグラフとか言わなかった。覚えてない、あ、不真面目だったから、ね、それでは11月22日ファーストシングルパラグラフ聴いてください。
さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、あ、もう前に出る感じ。じゃあ改めていいですか。11月22日火曜日、いい夫婦の日、祝日の前の日ですね、場所はゼップ札幌、そして会場が6時、開演が6時45分となってます。前売りが3000円で、当日券が4000円です。チケットは E プラス、またはライブ会場で私から直接買ってください。皆さんのお越しをお待ちしてます。ありがとうございます。はい、11月22日ゼップ札幌吉田モアさんワンマンライブ、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。はい、エンディングに向かうんですけど、その前に、我々の一応告知もしましょうか。はい、はい、なりまつさんからいきましょうか。私私からでは、はい、告知させていただきます。10月の、あ、映ってるのかな、大丈夫かな、映ってます、映ってますか。超ハードスケジュール。はい、10月の14日、落ちますね。 あ、ありがとうございます。はい、はい、あさってですね、またことにラジオ&レコーズさん、こちらで吉田明恵のバースデーワンマンがあります。私こちらで、サポートバンド、サポートキーボーディストと、あとクラリネットで出させていただきます。で、18日がスピリチュアルラウンジさん、21日がフライヤーパークさんで、28日が白石のメローさんで出させていただきます。タロさんという方がいらっしゃいます。本格でハロウィンライブという形で出させていただきます。で、29日ここにラジオ&レコードさん、こちらもハロウィンライブで、徳野さんも出ます。そして11月の6日こちらは東京でライブさせていただきます。ときめきユートピアボリューム1、こちらの私の企画でやらせていただきます。詳しいことは Twitter などで書いています。ぜひご覧ください。そして、あ、はい、出ます。忘れてた。はい、あ、私の告知、カラフスマ関連で一つ。今週の日曜日、10月16日、上彦寺1丁目のガッチャさんで、トークライブやります。橘恵里香さんと私でトークライブやるんですけど、これなかなか面白いトークライブになると思います。私の振り付け講座、それから橘恵里香さんの、デンタルフロス講座、司会なのでね、とか、あと私たちのデュエットとか、なんかもう、これだけ ふざけてるのか、真面目なのか分かりませんけど、ちょっとこれ、面白いと思うんで、1000円で予約の方、お菓子付きです、ぜひぜひ、いいアドバイスをね、お越しください。
まあ、あと29日のラジレコと、これからあの東京の方ね、あの阿佐ヶ谷で、11月6日、はい、あの企画なりましたので、僕出るん で、はい、でもしよければあの遊びに来てください。はい、松井さん面白いところなんで、はいはい、こんなところでしたけども、さてエンディングをしたいと皆さん思いますけども、はい、あのエンディングは皆さんですね、カラスマ TV っていう TV ですね、という形でですね行いたいと思って、今読みますね。さて危ないよ。あらあらあら。あれも、あれも、あら、あら、音声は入ってるね。音声は入ってるね。大丈夫かな。今呼ぼうと思ったんですけど、ね、あの事件が起きて、そう、このカラスマ TV の、メインなんて言ったの、メイン企画者メイン、なんか変、企画者カラスマ次のシロさんをご紹介します。スギちゃん、カモン、スギちゃん、はい、はい、スギちゃんです。はい、さあ、今日は、あ、いや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 放送事故でしたね。言われました。はい、はい、はい、それでは今日も一日楽しかったです。ありがとうございました。はい、最後に締めたいと思います、はい。それでは来週もよろしくお願いします。カラスマ TV、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。